ばんは、いいラジオミキブンです。はい、しばらくぶりの、TT01M RA ですね。今回で何回目になるんだろう。3回目だかなを、始めていきたいと思います。11時半で30分待機ですね、いつも通り。で、すいません。前回ね、実は一本撮ってるんですけど、実はですね、ブログの方にも上げてますが、シャーシのね、ホイールベース、ボディのホイールベースがね、間違ってまして、シャーシをちょっと詰めました。10ミリ長かったのかな。それを10ミリ詰めました。なので、ちょっとね、この辺修正して作ってるんですけど、でそれも踏まえながらちょっとね、ショックのね、このステーですね、これを、3D プリンターで、友人に作ってもらいました。でだいたい位置が出まして、いい感じに出来上がってます。で、ブログに書いてあるんですけど、スプリングがですね、タミヤの TRF のこのエアレーション用のスプリング、ソフトのセッティングできるやつですね。これがですね、リアがね、なんか廃盤になってるみたいでして、手に入らないんですね。ちょっとね、余裕をかましてたったら変なんですけど、ちょっと迂闊だったかなと。ビッグボアダンパーの流れになってるのかどうかは、わかんないですけど、なんか起こった。ちょっと待ってくださいね。はい、すいませんでした。なんかね、外でガシャーンつったんでね、何かなと思ったんですけど、よくわかりません。で、あれどこまで話しましたっけ。バネですね、スプリングで、よってしたバネがですね、スプリングが手に入らなくなっちゃいまして、今ちょっと試行錯誤しているところでして、で、そこの部分をね、本当は作りながらお話ししようかなと今日は思ってるんですが、実質の作業はもうちょっと進んじゃってるんですね。申し訳なかったんですけど、ただ内容的にはそんなにないので、逆だ、ちょっと先に進ませてもらいました。で、多分ね、明日ですね、ちょっと仮にですね、ボディはちょっと間に合わないんですけど、ちょっと塩梅がどうかね、ちょっと走らしたいなと思いまして、今急遽、あるものをちょっと組み込んでます。実際ね、ブラシレスは組まない予定なんですけど、取り急ぎね、540モーターでもういいかなと思ったんですけど、今ちょうどテーブル上にねあったんでね、ちょっとブラシレスで行こうかなと。で、このブラシレスはね、中華製の安価なやつで、すごい安いんですけど、で、これ実質ね、10.5 ターンぐらいあるのかな。で、M じゃ絶対早すぎなんですよね。まあ、それは分かってるを踏まえてですね、ちょっとね、行きたいなと思ってますね。まずですね、サーボのセンターで調整したい。で、言ってるうちにこれで今日は終わっちゃいそうな気がしますね。で、受信機、利用っていうんですかね、を使います。でね、しばらく見てね、使うのは。2番。サーボの友人からちょっと安価なやつですね、安くていいんですけど、このね、メタルじゃないっていうところなんですけど、まあとりあえずですからね、チャイコが死にますよね、忘れちゃったな。ちょっとこれでね、センターを出します。とりあえず
これでモーター動いたら大変だな。ちょっと外しとこうか。バッテリーをつなぎます。で、どうしようかな。とりあえず空いてるところに入れますか。よいしょ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 。10番にしましょうか。で、オン。オン。あれ？入んない。よいしょ。ちょっと待ってね。まあね、いろいろ急遽ね、やり始めたんで、ちょっとね、いろいろと死んでるかな。前回大丈夫。何か間違ってる。何か間違ってる。あ、エアリングしないとダメかな。ステアリングでモーターが置いてますね。ステアリングでモーターが置いてる。ちょっと一回置こう。ポンとマイナス引こうか。こうかな。こうかな。うん。これがね、安い中間アンプで、もう早い動きしますよね、これ。ね、これがね、おそらくね、電圧不足なんですね。サーボ側に行く電圧と、ここがね、動かなくなっちゃうんですよね。で、これがね、当然走ってるときね、いやらしいですよね。アクセルか、ね、この受信機もね、だいぶ古いんでね、こら行ってるかな。変えましょうかね。ちょっと待ってください。はい、G 停止。はい、すいませんね。今撮ってきました。で、僕らの、味方、ホビーウェーブの1060。これがですね、安くてね、安くていいんですよ。結構使ってる方多いですよね。今2600円くらいで売ってるのかな。で、2600円、あ、うわ、タミコネだ。そうか、タミコネでした。まあ最終的にはこれ作るんですけど、うわ、変換、そうね、タミコネでしたね。変換はこの間あげちゃったんだよね。おっと、動画を撮り始めたはいいんですけど、
今日はね、段取りが悪いですね。いつもなんですけどね。うわー、参ったなー。どうしよう。これじゃあ、明日、試せないですね。でね、ギア比もね、かなりちょっと今うちにあるのがかなりロングなんですね。壊れてるな。ということでこれはやめましょう。今日は何も進まない動画になりそうですね。ということで説明だけしちゃいましょうか。あれ、終わりましたね。探しながらまあ雑談でもしましょうかね。はい、これはダメ。でサーブはとりあえずまあちょっと試していきたいっていうことで、これは使うとして、しょうがない、じゃあハンダゴテでもしましょうか。でどっちみち変えなきゃいけないんで、で一応ですね、じゃあダンパーの話しましょうか。で見えるかな、ここはですね、3D プリンターでこのバギーを、タミヤの、TRF の、エアレーションダンパーバギー用ですね、 DB01 とかに使うやつですね、もうオフルです。もうエアレーションも何もありません。もうシャフト燃やしちゃってもう全然です。でとりあえずね、柔らかいオイル入れて、組み上げてます。でそのね、これがソフトのスプリング、これ多分ねミディアムだと思うんですよ。もう削れちゃってね、わかんないんですよね。カラーの指示がね。本当はね、ソフトが欲しいんですよね。で、リアもね、そのタイプに切り替えようと思ったんですよ。これ、たまたま中華製のバネがたまたまちょっと今あったんで、つけたんですけど、これじゃちょっと硬いんですね。硬いっつってんのどうなんだろうな。自分的にはね、もっとね、柔らかいものが欲しいんですけど、バギー用のリアで、これかなり立ってるんです。本当はね、こう寝せたいんですけど、ここのね、この、もともとある PT の、ここに見えるかな。ここからここにダンパーが、ノーマルがつくんですね。それをぐっと起こして、長くなったんで、ちょっとここら辺がね、干渉するんですよ。ちょっとうまく見えるか。でじゃあここ飛ばして寝かせばいいんじゃないのっていう話なんですけど、この作ったステーですね、もう止め点がですね、うまくここのギアボックスのこの最初の方に説明したあの割れたやつ、シャーシですね、修正したとこの、かぶせるとかのボルトですね、このボルトでこいつを止めて、しかも旧ダンパーの Q っていうかノーマルね、ノーマルのダンパーのところで同じように締め付け、これで4点で、しかもこのもう一個このボディマウントのサラビスを使ったところでもう一個止めてるんですね。ちょっと見えなかったかな。これで6点止め、1,2,3,4,5,6 点止めで止めてます。でフロントもね、基本的に一緒、考え方TT はね、前後一緒ですからね。で、ダンパーのストロークに合わせて、高さを作ってもらってると。で、本当はね、さっきも言ったように、寝かしたいんですよ、もう少し。本当はね、ここら辺にね、何個か穴開けて、こう、いろんなの試したいとこなんですけど、いろんな制限があって、ほぼ直立ですね、直角に上がっちゃってるんですけど、でもね、当初のイニシャルよりは、イニシャルはね、ちょっとね、もっと開いたんかな、たまたまね、ちょっと極力詰めました。まあもともと手作りのシャーシですからね、そんなにクオリティはね、よく綺麗に作ってもらったんですけど、全体のね、このクオリティっていうのはね、そんなにね、もう今更なぐらい、シャーシを切ってる時点でね、問題がありますんでね、そこはね、言ってもしょうがないと思いますんで、ですからこれで一応オイルも柔らかいのを入れて、組み上げた状態で
あります。明日ね、ちょっとね、スプリングがね、ちょっと仮で借りれるやつがあるんで、試したいやつがあるんで、それを入れたいと思います。ブログの方でも書いたかな。DF のね、DF02 のバギー用のソフトのダンパーがどれぐらい柔らかいか確認したいなと。でも、まあ、これでも良さげっちゃ良さげなんですけどね。本当はね、私これね、ブニョン、柔らかいのが欲しいんですよ。あんまり柔らかいんじゃね、ドアンダーになるとかいろいろ。で、こんなにね、ショックが立ってればね、当然ね、直進はいいんだけど、曲がりには弱いですよね。ですよね、確かね。一応仕様としては、こんな感じかな。で、ギア比がね、ちょっと高いんで、取り急ぎどうしようか迷ったんですけど、ちょっと、ね、スピード上げようかなと思って高めにしました。そうするとね、ピニオンがたまたまなくてね、22ターン、スパーが58ターンで、一応ね 6.85 ぐらいに抑えたかったんですけど、なくて今 6.28、 24ターンですね、ピニオン。これ540ですけど結構速いですよね、おそらくね、まあ、加速はね、いまいちですけどね。まあ、そういう仕様でね、行こうと思ってたんですが、一応これをつけてちょっとビーンっていうまで行きたかったんですけどね、なかなかそこまでは取れなかったですね、今日はね。でね、ちょっとね、ここら辺が渋いんですよ、新しいせいか。ちょっとね、まあいろいろあるんですけどね。よいしょ、これ前使ってます。さあ、このままちょっとね、行きたいなと思うんですけど。でね、私はね、ちょっとね、やっぱりまあ、このね、アンプはみんな使ってたり、ね、仲間も使ってますんで、評判はいいんですけど、私ね、なんかね、サーボにはね、最近当たり外れがあるのか、なんかいまいちさっきみたくね、ちょっとね、途中で固着してかロックしちゃったり。で、中華製のサーボなんで、多分品質はすごい悪いんですね。まあ、それを承知で買ってるんですけど、でもね、ここのとこね、すごい外れまくるんですよ。でね、私双葉派なんですけど、これはね、ちょっと別件でね、ちょっといろいろあって、3話の、WRX もう結構な前のね、こんないいサーボをこんな状態で使ってます。これはね、ちょっと後々使う予定なんですけど、こういう中華製のね、こういう1個400円のデジタルサーボ、あ、残りた、これでいけんな。で、動くんですけど、これもね、やっぱり、ね、似たような症状になるんですよね。うわ、机がすごいな。これちょうどね、端子が当たった、これでいこう。あ、違うなっちゃった。あ、モーター、あ、モーターか、この辺に BZ がありますから、Z でいいね。ちょっと仮なんだね。BZ で速いんですよね、このモーターもね。これはオフで使うとね、まあ中に砂が入っちゃってね。2番のサーボ。じゃあさっきのサーボ。KO のね、このアンプはね、信頼性がありますから。ただこれもアンプもだいぶね、調子悪いですよね。ここを長年使ってて、これ水抜けたんですよね。で、結構バギー自体に無理しちゃって、結構ね、もう硬っ。よしよし、行ってみよう。お、時間になっちゃう。これでね、なんかすごい音してる。なんか変だね。あ、大事なミスをしてるかもしれない。下が
あ、間違った。下が一番。今ね、ちょっと今悩み気味でやってるんで、忘れちゃった。しばらくにちょっと引っ張り出したんで、ちゃんとした受信機使わないとダメかな。皆さんもね、伝送系はね、こういう適当にやらないことですね。入った。うん、危ない危ない。覚えた覚えた。行きました。うん、OK。お、行きましたね。で、さっきのね、この中華のね、安い、本当に安いやつ。これだとこう動かした時にね、サーボがある。動かなかったんですけど、やっぱりちゃんとしたサーボは違いますよね。あ、アンプは違いますよね。ついてきますよね。これがついてくるんであれば、よっ、配線はこれ振り抜いちゃいけませんよ。よいしょ。この辺のね、本当ね、ただね、これね、電気食うんですよね。で、やっぱり不安定でね、こっちか、あれ、これがなんか、よいしょ、あんまりいい感じじゃないですね。あ、でも大丈夫だね、横に効いてるね。うん、でも友人からね、試してみてって言われたんで、ここはあえてね、ちょっと試します。良ければね、今度これを買おうかなって。安いんですよ。安くてね、それなりにね、動いてくれれば、そんなサーブじゃさーとかあると思うんですけど、やっぱり本気でやってる人はね、やっぱりちゃんとしたいいサーブを買ってね、高いサーブを買ってね、技術を磨いてもらえれば。興味が大変だよね。そんなに自分が偉いコースに言ってますけど、やってくれればいいと思うんですけど、まあ私みたいなね、今日なんかさっき塗装したんでね、こんなね、服汚れちゃいけないかって、こんなボロボロ着てやってるぐらいの趣味でやってる、遊んでる程度ですからね、そんなにね、いいものはいりません。表現に出るわけでもなく、まあこれもね、出るわけもなくとか言って、これも競技に出るんですけど、競技というかね、ブログでも上げてあります、一緒にラジコンやってる、友人の、主催の、ラリーフェスティバルですね、第3回、そちらにもね、M クラスの方の方に舞台がために今作ってます十分ですよね。ノーマの方をね、まだ全然手つけてないんですけど、そっちは大丈夫なんか言ってるんですけどね。ああ、そっちは最悪 TT のね、ゼロ人がね、ノーマルがありますから、まあそれでもいいかなと思って。うわ、コードが抜けてる。うまいか、カリカリカリなんで。一応ね、そのイベントではね、ブラスレスとかあんまりそういうレギュレーションはね、厳しくないんですよ。とてもみんなが参加しやすいイベントなんで、まあ、詳細はブログ、イーラジーメキ文の方から見てもらえればと思うんですけど、あとは、第3回ラリー、第3回 RC カーラリーフェスティバル、まあ、この辺りを入れて検索してもらえれば、第3回の今回の5月の、ね、19日に開催されるんですね、長野県ですね、2-in-1 サーキットですね、そちらで開催される詳細が、今ね、ちょうど参加者エントリー、昨日からかな、開始されてますんで、まあ、この動画はちょっといつに上がるかなんですけどね、4月の、ね、4日からね、エントリー開始してますんで、定員がね、一応40名って書いてあったかな、と、40名か、おお、30分経ちましたね、
40名が、4月末いっぱいまでの受付だったかなっていう感じで、募集してましたので、もしね近県でねこう追っかけるラジコね、私もやってますけど、そういうラジコの遊び方がとても楽しいんでね、ぜひね興味のある方はね、問い合わせなとかしてもらえれば、とてもいい方なんでね答えてくれると思いますんで、5月の19日ですね。もうあんまり日にちがありません。いつもねのんきに考えててね当日が近づいてきちゃうんですけど、これちょっと高っぱいだな。ということでね、一応30分経ちましたんで、今日はねあんまり内容はいつもないけど今日はなおさらないな。終わったら一応完成、明日ちょっと試運転しちゃうんでね、ちょっと泥まみれっていうか埃まみれ、あれこれなっちゃうと思うんですけど、一回完成した状態で全体のもう一回ね、ちょっとこういう仕様になってますとか、もうちょっと一本まとめて撮りたいなと思ってます。それはボディができた状態かな、どっちかかな。あとメカとか、あれここもバカなんだな、やっぱり古い車はダメですね。ちょっとねそのあたりどうなるかはちょっとまだ決めてないんですけど、本当かね。なんで、一番一番ベストな形でね、もう一回 ATT の 02M。 明日ねこれ走行動画撮ろうかな。でもボディないんですよねボディなしでいいですかね誰に聞いてみたら、ちょっとね明日ラリーコース練習用のも自前のコースで作ってますんで、明日ある程度完成させたいで、フェスに向けての、コソ練をしたいなと思ってますんでね。ほら BZ じゃ早すぎるな、うん、しかもこのギア比燃費も考えないといけないですからね。まあ一周走って帰ってくれれば取り急ぎいいんですけどね、以上そういう形でいきたいと思います。すいません30分ちょっとオーバーになりましたんで、これで一回終わりたいと思います。またちょっとで不定期ですけど30分耐久、動画上げますんで、もしよかったら、お茶でも飲みながら見てもらえればと思います。次はね CC も、ね、やらなきゃいけないんで、 CC もねすぐちょっと走りに行く予定がありますんで、あとはね XV もね、そろそろまた組み上げていこうかなと思います。ではねその動画も楽しみに見ていただければかなと思います。チャンネル登録してもらってもらってベルをね入れておいてもらえれば、見逃しはないかなと思いますので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。では、また動画上げますのでよろしくお願いします。リーダーシー2気分でした。